はい。これ何？これなんだろう。ウェディングメモリーズほにゃららと書いてあります。書いてあるね。ウェディング、ウェディング。中身開けてみましょう。開けちゃおう。いやー、かわいいよこれ。なんだこれ、なんて書いてあるんだ。これは I want you to know some、 書いてある。いいかな、うん、ウェディングメモリーズスタジオココアと書いてありますよ。書いてあるね。ココアで撮ったんですよ。なんと、なんとなんと。見とってんでね。ね、ココアはお子さんだけのスタジオだと思ってませんか？ね、思ってませんか？外のあなた。こんなシックなお写真も撮れちゃうんですよ。いやー、いいですね。いいね。ということで、ココアでブライダルが始まるんですね。始まります。いよいよ。はい。お待たせしました。お待たせしました。お待たせしてる方がいますよ、うん、ちょっと。貸し切りならではの1日限定1組でね、1組打ち合わせのお時間もたっぷりとって、カップルさんのやりたい、ね、なりたいを、そうそうそう、叶えますという。でブライダルだけれども、ココアといったら何撮影ですか？カジュアルです。そう、カジュアル撮影とドレスを着てのね、撮影になるので、これ全部見せたいんですけど、見せられないのでホームページを見てください。そう、ホームページね。ね、あのすごく立派になる。そう、これから充実してくる予定だからね、うん、なのでちょっとチェックし続けてください。ぜひぜひ。で、ね、近々にこのブライダルのフェアをね、そうです、考えているので、のでそちらの告知もホームページですると思うので、ので、でももうやってるんだよね、これはね。そうなんです、始まってるんだよね。ココアっぽいの好きっていうカップルさんいたら、ぜひ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 、一日一組限定で、そう、何回も言うけどね、この貸し切りで、これがね、最大のねポイントなんでね、できますので、ぜひお問い合わせください。はい、ココアってブライダルもやってるんだよっていうのを頭の片隅に置いておいていただければと思います。はい、それではバイバーイ。バイチャ。いいね。